はい、どうも、ネクロフです。さあ、今回はツイッターで聞いたんですけど、この近衛装備あるでしょう。この近衛装備には、隠された能力がありまして、まあ、普通の能力っていうか、一般的に書いている能力が、ため攻撃の頑張り長持ち。ということで、こういうこと。このため攻撃の頑張りが長持ちするよっていうだけやと思ってたんですよね、自分は。そしたら、なんと、見てください、これ。わかる？クライム装備と一緒で、頑張りが、ねえ、なんていうの、壁登るときのジャンプの頑張りが半分になってるんですよ、これ。あの、クライム装備と全く同じで。雨降んのやめろ、お前！これやばくね？いや、びっくりしたんですよ、自分これ知った瞬間。まあ、クライム装備と、あの、違うところは、クライム装備は、もともとが壁の登りスピードアップっていうのがついてまして、こんな感じに、壁の登るスピードが上がるんですよね。けど、まあ、この絵装備は、あくまで、その、頑張りが長持ちするよっていうだけなんで、だからこう、登りのスピードは、速くなるってことはないですね。頑張りの消費も同じ。これやばくない？で、もう一つなんとあるんですよね。隠された能力が。さあ、今回やってきたのは、ハイリア大橋。まあ、ハイリア大橋に用があるんではなくて、ハイリア湖に用があるんですよね。まあ、もう、すぐわかると思うけど、見てください。ほやっ！これわかる？この頑張りのヘリ。これは、ゾーラと一緒やね。ゾーラも同じように頑張りの、セットで頑張り長持ちするんで、これもあのゾーラ装備一緒ですね。で、まあ、クライム装備と一緒で、ゾーラ装備には、もともと泳ぎのスピードアップっていう効果ついてるんで、こんな感じに泳ぐスピードと速いんですけど、まあ、今回もね、この衛兵の装備はもう、あの、頑張りが長持ちするってだけなんで、泳ぎスピードは通常通り。うん、って感じですね。だから、この衛装備っていうのは、あれやね、クライム装備とゾーラ装備足したようなもんや、簡単に言ったら。これやばくね？